ただいまより令和3年9月法制委員会定例会の招集告示に伴います市長記者会見を始めさせていただきます。所要時間はおおむね30分程度を予定しております。ご協力をお願いいたします。最初に発表項目資料の確認をさせていただきます。まず9月定例会の議案集の綴りになります。続いて令和3年9月公示委員会定例会提出案件について、こちらは資料の1と資料2がございます。ご確認をお願いいたします。それでは樋口市長から発表させていただきます。樋口市長よろしくお願いいたします。おはようございます。お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。定例記者会見を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。本日はお集まりいただきましてありがとうございます。新型コロナウイルス感染症につきましては、感染力が強いとされますデルタ株が全国的に急拡大し、本市におきましても人口10万人あたりの感染者数を見ますと、7月末から急増し、直近の8月18日からの1週間では、81.82 人と、人口10万人あたりの感染者数 81.28 人と、緊急事態宣言中の茨城県が 77.66、 栃木県 77.46 を上回る数値までに増加しております。また8月24日時点の病床等使用率が、県の公表値で 81.1% となるなど、入院及び宿泊療養の病床数は逼迫している状況であります。こうした中、本日といたしましては、人手を抑制するために、各種イベントの中止や、図書館、動物園、公民館等の施設の休館など、これまで以上に危機感を持って感染拡大防止に努め、また市民の皆様方にもお願いをしているところであり、小中学校につきましても、一昨日の知事の要請も踏まえ、8月30日から9月10日までの10日間は、児童・生徒の半分ずつが登校する分散化授業を実施することといたしました。この間、休業となる児童で ご家庭などで見ることができない場合は、8月27日から放課後児童クラブでできる限り受け入れができますよう、現在体制を準備しているところであります。また新たに感染拡大防止のポスターを策定し、ここにありますけれども、市内各種施設へ掲示するなど注意喚起を行っており、このポスターにつきましては、民間事業者や地域の皆様にも感染拡大防止対策としてご利用いただけるよう、市役所本庁舎1階総合案内で配布するとともに、市ホームページからもダウンロードできますので、ご活用をいただきますようお願いいたします。本市では感染拡大防止の鍵となるワクチン接種を8月7日土曜日から旧愛用小学校体育館や市内医療機関において基礎疾患をお持ちの方に対し実施をしており、60歳以上65歳未満の方については8月23日土曜日月曜から予約を受け付け、28日土曜日から接種を開始してまいります。また今般の急激な感染拡大に伴い、他県においては新生児が死亡する痛ましい事案も発生しており、子ども最優先、子ども輝くまちづくりに進む本市といたしましては、改めて赤ちゃんを守る観点から妊娠中の方および配偶者パートナーなどに対しまして、個別接種と集団接種により優先的なワクチン接種を実施してまいります。集団接種につきましては9月4日から開始をすることとし、その予約はコールセンターでの電話受付を行います。なお詳細につきましては8月30日に市ホームページに掲載をしてまいりますので、ご覧をいただきたいと思います。また個別接種、医療機関における接種につきましては現在関係機関と調整をしているところであります。60歳未満の方への接種につきましては、確保したワクチン量に合わせまして当初の予定から接種対象を拡大し、まずは50歳以上60歳未満50代の方約2万6000人に対しまして9月6日月曜日に案内通知を送付し、
接種開始日も 1週間前倒しをいたしまして、9月9日木曜日から予約を受け付け、9月11日土曜日から接種を開始してまいります。また会場につきましては、大規模接種会場として、甲府記念日ホテルとアイメス山梨を再び使用するとともに、新たに岡島8階ロイヤル会館を加え、集団接種を実施してまいります。現在の接種状況につきましては、25日時点で1回目の接種を終えた方が75,991名、40.4%、2回目の接種を終えた方が62,053名、33.0% となっており、今後も集団接種会場と医療機関での接種により、11月末までに12歳以上の希望するすべての方が2回目の接種を完了するよう取り組んでまいります。コロナとの戦いはすでに1年半以上が経過をし、自粛期間も長期に及んでおり、市民や事業者の皆様の我慢も長く続き、心労も大きいことと思いますけれども、引き続きましてスピード感をあって適時適切な施策を行ってまいります。それでは9月2日に開会が予定されております甲府市議会9月定例会に提出を予定しております案件につきまして、私の方からは概要をご説明いたします。 お手元の予定案件表を見ていただきたいと思います。専決案件が2件、予算案件が5件、条例案件が4件、路線認定等案件が2件、人事案件3件、その他の案件7件の合計23案件であります。このうち専決案件につきましては、国民健康保険事業特別会計補正予算1件、手数料条例の一部を改正する条例制定1件の計2件の専決処分であります。続きまして予算案件につきましては、一般会計補正予算第5号および第6号、介護保険事業特別会計補正予算、浄化槽事業特別会計補正予算、病院事業会計補正予算の5案件であります。一般会計補正予算第5号では、新型コロナウイルス感染症 対応策のほか、有機公園附属動物園の実施設計等にかかる経費の増額を計上いたしました。なお、新型コロナウイルス感染症対応策につきましては、市民の皆様の安全安心な生活と地域経済を守るため、これまでと同様に3つの柱を軸に講じてまいります。まず1つ目の柱、感染拡大の防止と対策機能の強化につきましては、新型コロナウイルス感染症の PCR 検査等にかかる経費の増額や、医療機関等まで移動することが困難な感染症患者への感染症患者の方などへの移動支援にかかる経費の増額など2項目であります。次に2つ目の柱、市民生活への影響の抑制につきましては、受給期間の延長及び申請件数の増加に伴います住居確保給付金の追加経費や、国の制度で対象とならない子どもを対象とする子育て世代生活支援特別給付金の本市独自の給付にかかる経費などの5項目の増額であります。最後に3つ目の柱であります経済活動の不安の縮小化につきましては、本市と交通事業者をはじめとする観光事業者が連携して取り組む実証運行事業等と連動したツアーの造成やプロモーション事業などを実施する経費の1項目であります。以上、一般会計補正予算第5号にかかる新型コロナウイルス感染症対応策関連経費の合計は全8項目3,4,209,300円となっております。また9月2日に送付を予定しております一般会計補正予算第6号につきまして、その制度の詳細につきましては精査中でありますけれども、新型コロナウイルス感染症の拡大によりまん延防止等重点措置の追加適用対象となったことに伴い、本市独自の支援策として山梨県より発出された休業要請等にご協力をいただいている市内飲食店等への一律の応援金の支給や、国の月次支援金の給付を受けた中小法人個人事業者等に対しての応援金の支給にかかる経費を計上するものであります。
なお迅速な支援を行うため、申請書類につきましてはでき得る限り簡素化に努めてまいりたいというふうに考えております。次に介護保険事業特別会計補正予算ですが、令和2年度決算剰余金の処分に伴う基金積立金の増額および令和2年度介護給付費負担金等の確定に伴う清算返還金であります。浄化槽事業特別会計補正予算は公設浄化槽の清掃業務にかかる経費が当初の見込みを上回るため予算を増額するものであります。病院事業会計補正予算は会計処理の訂正に伴う、異業外収益及び特別利益の増による収益的収入の構成であります。続きまして条例案件でありますけれども、公私個人情報保護条例等の一部を改正する条例制定についてなどの4案件であります。その他公私公益周辺土地区画整理11号線ほか1路線の指導路線の認定など路線認定等案件が2件、教育委員会委員の任命などの人事案件が3件、そして令和2年度公私各会計別決算の認定についてなどその他の案件が7件でございます。私からは以上でありますけれども、委員会定例会への提出案件の詳細につきましてはそれぞれ担当部長から説明をいたさせますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。続きまして提出予定案件表の詳細につきまして担当部長から説明をさせていただきます。最初に長坂行政経営部長から説明をさせていただきます。改めましておはようございます。9月市議会定例会に提案を予定しております案件につきましては、お手元資料1の予定案件表の通りでございますが、私からは予算案件以外の条例案件等につきましてその概要をご説明申し上げます。最初に案件表のナンバー2の選挙規則についてでございます。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、マイナンバーカードの発行・運営体制の抜本的強化に関する見直しが行われたことから、当カードの再交付に関わる手数料を定める交付し手数料条例を改正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がありませんでしたので、専決処分を行ったものであります。次に、ナンバー7の甲府市個人情報保護条例及び甲府市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定につきましては、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、規定の整備を行うものであります。次にナンバー8の甲府市保健所関係手数料条例の一部を改正する条例制定につきましては、医薬品・医療機器等の品質・有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部改正に伴い規定の整備を行うものであります。次にナンバー9の甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定につきましては、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども子育て支援施設等の運営に関する基準、内閣府令が本年8月に改正されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。次に、ナンバー10の指導路線の認定につきましては、甲府駅周辺、土地区画整備11号線及び13号線について指導に認定し維持管理を行うものであります。次にナンバー11の指導路線の廃止につきましては、指導朝日町2線及び3線について甲府駅周辺土地区画整備事業により廃止を行うものであります。ここまでが本日8月26日までに送付する案件であります。次に、ナンバー19の特別局の職員で常勤の者の給料に関する条例の一部を改正する条例制定につきましては、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う厳しい社会状況等に鑑み、引き続き常勤の特別職の給料を減額して支給するため所要の改正を行うものであり、9月2日に送付を予定しております。同じくナンバー20の市政功労表彰の決定、ナンバー21の教育委員会委員の任命、ナンバー22の公平委員会議員の選任及びナンバー23の監査員の選任につきましても9月2日に送付を予定しております。その他案件表欄外の欄外の記載の報告事項3件につきましては、和解及び損害賠償に関わる専決処分、甲府市一般会計継続費の精算報告、令和2年度甲府市健全化判断技術及び資金不足比率の報告についてであります。で、私からは以上でございます。次に深澤企画財務副部長から説明をさせていただきます。はい、よろしくお願いいたします。私からは補正予算関係につきましてお手元にお配りをいたしました令和3年9月更新会定例会補正予算概要に基づきまして補正予算の内容をご説明をさせていただきます。はじめに括弧1の補正予算集計、令和3年度補正予算でございますけれども、国民健康保険事業特別会計第1号の専決処分をはじめといたしました補正予算5件でございまして、丸1、国民健康保険事業特別会計第1号専決処分が1430万円、丸2、一般会計第5号が6億5万7000円、丸3、介護保険事業特別会計第1号が4億7655万3000円、丸4、浄化槽事業特別会計第1号が454万9000円、丸5、病院事業会計第1号は収益的収入の構成でございまして、合わせまして10億9545万9000円の増額補正となっております。続きまして、括弧2の補正予算の内容につきましてご説明をさせていただきます。はじめに、丸1の国民健康保険事業特別会計補正予算第1号の専決処分につきましては、資格移動による歯ごのう等により国民健康保険料の還付が見込みを上回ることに伴いまして還付金が不足することから7月20日に専決処分をしたものでございます。次に丸2の一般会計補正予算第5号につきまして、第1巻議会費は ICT 技術を活用した議会改革の一環といたしまして、会議議会運営の効率化、ペーパーレス化及び情報伝達の迅速化等の議会の活性化を推進するとともに、議会機能強化を図るためタブレット端末を導入するための経費などを増額するものでございます。第2巻総務費は緑ヶ丘スポーツ公園整備事業の増額補正に伴い、山梨県からの保証金の当該事業への中等額が増額いたしましたことから、公共施設整備事業等基金への積立金を減額するものでございます。第3巻民生費は第8次介護保険事業計画に基づき介護サービス拠点の充実を図るため、サービス拠点を整備する民間事業者に対して当該サービス拠点の整備に要する経費への補助金の増額が主なものでございます。第4巻衛生費は2ページにまたがりますけれども、新型コロナウイルス感染症の PCR 検査等の検査増加に伴う経費の増額が主なものでございます。第7巻商工費は本市と交通事業者をはじめとする観光事業者が連携して取り組む実証運行事業等と連携したツアー造成やプロモーション事業などを実施するための収入促進プロモーション事業に関わる経費の増額が主なものでございます。第8巻土木費は有機公園附属動物園の整備において動物園部分の実施設計業務等を前倒しして実施するための経費の増額が主なものでございます。第9巻消防費は大雪創生鉄路救命胴衣の購入に関わる
消防団設備整備士補助金の採択に伴う在任構成でございます。第10巻教育費は総合市民会館芸術ホールにおける照明調光策の更新工事に伴う経費の増額が主なものでございます。3ページをご覧ください。丸3の介護保険事業特別会計補正予算第1号につきましては、令和2年度決算剰余金の処分に伴う基金積立金及び令和2年度介護給付費負担金等の確定に伴う生産返還金を増額するものでございます。丸4の浄化槽事業特別会計補正予算第1号につきましては、公設浄化槽の清掃業務にかかる経費が当初の見込みを上回るため予算を増額するものでございます。丸5の病院事業会計補正予算第1号につきましては、会計処理の訂正に伴う異業外収益及び特別利益の増による収益的収入の構成でございます。括弧3の新型コロナウイルス感染症対応策関連経費についてご説明をいたします。感染拡大の防止と対策機能の強化といたしまして、2項目1億6379万3000円、市民生活への影響の抑制として5項目1億5230万円、経済活動の不安の縮小化として1項目2600万円、全8項目で額にいたしまして3億4209万3000円となっております。括弧4の一般会計繰越免許費につきましては、甲府駅周辺土地区画整理事業ほか3件の追加でございます。括弧5の一般会計債務負担行為につきましては、代替バス運行業務委託料1件の追加でございます。丸6の決算関係につきましては、令和2年度の各会計別決算の認定でございます。なお、企業会計のうち、地方卸売市場事業会計、下水道、水道事業会計は、決算の認定に合わせて剰余金の処分についても提案を行うものでございます。最後に、括弧7の報告事項でございますが、一般会計における中道北小学校移転事業の継続費の精算についての報告、また令和2年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率についての報告でございます。説明は以上でございます。それでは発表報告につきましてご質問をお受けいたします。ご質問はお手元のマイクをお使いいただき、社名とお名前に続いてお願いいたします。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。読売新聞の上原と申します。先ほど、提出予定案件表のですね、裏面の、2日とだと2日総分になってしまうと思うのですが、この第6号の補正予算、休業社への補償等まず精査中ということだったのですが、大体のですね、予算規模とスキーム現状、決まっている固まっている範囲まで教えていただければと思います。予算規模について私今ちょっと資料をお聞きしまったんですけど、大体の内容といたしましては、ちょっと先ほど触れましたけれども、初めてまん延防止の、措置のエリアに指定されました、飲食店等が集積している方にとっては大打撃でございますので、国県からの支援ももちろん、あるわけでありますけれども、行使といたしましてもですね、できる限り早く皆さんにですね、応援金としてですね、バックアップさせていただきたいと、懸命に今厳しい環境の中で来られている皆様方にですね、応援をさせていただきたいということで、今組み立てをしております。例えばですけれども、定額でですね、グリーンゾーン認証店には例えば10万とか、それ以外には5万とかですね、そういった形作りを今作っ
というところでございます。加えて、国の月次支援金の、受けるところには、それの上乗せということでですね、定額を支給しようと、公益として上乗せしようというようなスキームを今作っているところでございます。これにつきましても、申請書類等できるだけ簡略化をし、またこのできればこの庁舎にその、相談受付窓口も作ってですね、コーナーを、対応していきたいというふうに考えております。昨日市議会の皆様方にもそこまで話をさせていただいて、できる限り2日に送付をさせていただいて、市議会の皆様方にもご配慮いただいてですね、早いご議論いただきたいということでもお願いをさせていただいたところでございます。できる限り早くおもてなしができるように今精査中でございます。よろしくお願いいたします。もし質問があると、はい、それでは予算の総額についてでございますけれども、細かい応援金の金額はこれから精査をしてまいりますが、活用する財源につきましては、事業者支援分として臨時交付金が追加されましたので、そちらの臨時交付金を活用していくわけでございますけれども、総額とすれば約2億1000万円ほどになります。以上です。ありがとうございます。そうすると今、臨時交付金を活用ということは、市の独自財源は持ち出しも一部含まれるというような立て付けになるんでしょうか。基本的には臨時交付金を活用してまいります。どうもありがとうございます。わかりました。他いかがでしょうか。すいません、産日新聞の笠井です。停止3件の中で、給与の、特別職の職員で常勤の者の給与を引き続き減額して支給するということなんですけれども、これについて、対象がどこまでになって、どのくらい減額されるのか、もし決まっているようでしたら教えていただければと思います。内容ということでございますけれども、基本的に言いますと、常勤の特別職ということになりますので、市長、副市長、教育長、監査員、また上下水道事業管理者ということになりますけれども、こちらにつきましては今、職務代理者を配置しております、設置しておりますので、先ほど申しました、常勤の監査員までということで考えております。で、内容につきましては、給与月額の 10% の減額を継続していくことといった内容となっております。以上になります。他いかがでしょうか。よろしいでしょうかね。それでは発表項目につきましての質問は終了させていただきまして、他に、その他の質問として何かございましたら挙手をお願いいたします。YBS の田中と申します。よろしくお願いします。冒頭におっしゃっていた学校の感染対策、分散登校等の状況について教えていただけないでしょうか。はい、先ほど申し上げましたことを少し細かく申し上げますと、明日も始業式初行公布があるんですけれども、2グループに分けて時差登校して行うと初学校につきました。で、月曜日からはやっぱりグループ分けをして登校し、もう一つのグループは休業すると、また、放課後児童クラブ、先ほど申し上げましたけれども、夏休みと同様に朝から実施をする予定で実施していこうということであります。今までと同じように今まで以上にですね、それぞれ家庭でもそうでありますけれども、学校保育園感染防止対策を徹底してやっていこうと。中学校は
昨日実施予定でありましたサマーテスト、9月12日以降に延期をして実施するということを聞いております。始業式を遅らせて8月27日に分散2グループに分けて時差登校しながら実施すると、これも小学校同様月曜日から来週から2グループに分けて授業を実施するというふうに聞いています。甲府商業高校でありますけれども、始業式を学年ごとに分けて3日間で実施をする、月曜日から2つのグループに分けて授業を実施する、ということを聞いております。以上です。ありがとうございます。これは人口規模というか学校規模にかかわらず一律の対応というふうになる感じですか。千代田小学校以外は この対応だという。ありがとうございます。続けて大丈夫。すいません。あとワクチン接種率についてもう一度教えてもらいたいのと、あとその数字について市長の受け止めというかどう思っているのかというのを教えていただきたいです。はい、7月末までにですね65歳以上の高齢者のワクチンを希望する方々の接種を終えるということについて予定通りできました。8月から基礎疾患をお持ちの方、そして65歳未満の方に行っております。そして9月からはということで予定通り行っておりますから、予定通り の、パーセンテージ上がってきておりますけれども、職域接種あるいは大規模接種会場での接種も始まっておりましてですね、私どもからも県の要請しておりました。その通り両方からですね接種をしていくことによってですね、私どもの介護も少なくなりますし選択肢も増えてきますので非常に今順調に行き出している。ただ、今よりもさらにですねワクチン供給量がを見極めながらですねよりスピーディーに行っていきたいと、それが県民市民の行政の役割だというふうに思いますので、さらに加速をしていきたい。それにつきまして先ほど申し上げましたように、もうすでに夜間接種を行っておりますけれども、夜間の接種やですね大規模接種会場を追加し、赤ちゃんの安全保護のためあるいは皆さん、関係者の皆様方にも9月の初めから行っていこうということでやっております。順次前回の記者会見の時も申し上げたかもしれませんけれども、受験生に対してどうするかとかそういうことについて日々検討を重ねておりましてですね、パーセンテージが上がっていくということを目標にしていきたいと思っています。またお若い方の中でワクチンを私は打たないというような方もかなりパーセンテージでいらっしゃるというふうに聞いておりますので、それに対策といいますか行政としてのお願いにつきましてまた内部議論を進めてですね、一人でも多くの方々にご理解いただきながらワクチン接種を希望していただけるようにですね取り組んでまいりたいというふうに思っております。以上です。ありがとうございます。他よろしいでしょうか。はい、読売新聞伊丹です。日本女性会議の開催はどうなるんでしょうか。日本女性会議も開催控えていると思うんですけれども、開催の可否についてです。はい、夏の後半からのさまざまな行事、秋の行事が非常にリアルな開催が厳しくなってきているのはご案内の通りであります。10月の第4週でありますから、非常に、心配であります。講師の皆様方の都合やあるいはお考え方もあるというふうに思いますので、その辺のことを調整をしながら、今月中にやり方についてお方の方向といいますか方針を決定をしていきたいというふうに思っております。リアルであるいはウェブでという両にらみで準備をしておりますので、いずれいたしましても楽しみにしていただいている方々、あるいは準備で尽力していただいている方々が大勢いらっしゃいますので、その方々にきちんとお伝えできるように今月中に徹底していきたいというふうに思っております。今
今月中というよりも今日26日ですけれども、本当8月中にはまあ、オンラインにするのか、リアルにするのか、まあ、方針を、公表されるということでよろしいですか。はい、ありがとうございます。他はよろしいでしょうか。よろしいですね。それでは以上をもちまして、市長記者会見を終了させていただきます。本日はありがとうございました。